割と11月の30日の木曜日の夜、夜ですね。まあ、まあ、夜か、夜なんですけども、あの、まあ、昨日まで出した雑談動画と同じ日なんですけども、まあ、あの、昨日のものを覚えてる方だと、あ、切ったのかみたいな感じでね、思われると思いますけれども、まあ、その通りね、髪の毛を切ってきたんですけども、その前にちょっと一言ね、あのー、 髪の毛を切りに行く、いつものお店に、いつものマスターのとこに行く前に、花丸うどんに行ったんですよ。花丸うどん,うどんに行って、まあ、お昼食べようかなと思って、まあ、うどん食べたんですよ。んで、まあ、あの夕方の時間というか、まあね、あのお昼時ではなかったので、ガラガラだったね。で、まあ、カウンター席見たが一人で食べて,て、食べ終わりましたと。 じゃあ、あの、ま、あ今、その、まあ、インフルエンザとかね、コロナとか流行り、まあ、コロナわかんないけど、インフルエンザが流行ってきてるんで、ま、あ食べ終わって、マスクをして、食器を下げようかなと思って立ち上がったら、女子大生ぐらいの若い女性が3人ぐらい入ってきたのよ。入ってきて、うわ、どうしようどうしようとか言ってて、であーまあまあまあ、そうか、うどん食べるかとか思って <laughs>、あの、ちょっと、まあ、入ってきたなと思ったのよ。んで、こっちの方に、僕が、 食器下げて、お店の出口の方に向かうときに向こうがこう入ってくる感じで、入ってきたときに、一人目の女の子が発したのが、えっと、うどんくださいって言ったね <laughs>。で、マスクした状態で、いや、ざっくりって突っ込んだけど <laughs>、あの、いや、ざっくりだ、あの、突っ込みを我慢することはできなかったっすね。うどんくださいって、えぇみたいな。初めて来たんかな。なんかちょっと、 頼み方わからないかもしれないけれどさ、その初めて行くお店でね、その頼み方わかんないって例えばスタバとかね、あると思いますけれど。でも、そこはさ、あの、花丸うどん行ったことあるかだと、その、あの、なんていうの、入り口入って、お盆みたいのを、まあ、積んであるところがあって、まあ、100歩譲ってお盆取らなかったとしましょう。そこから進んでいくと天ぷらコーナーがある。で、100歩譲ってそれもわかんなかったとしましょう。その先に行くと、まあ、注文する場所があって、店員さんが待ち構えていて、その前にメニューが こう置いてあるわけよ。貼ってあるわけよ。で、これを一切見ずに、うどんくださいって、はぁってう <laughs>。思いませんなんか、すごいこう、いや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 って思ったけど <laughs>、いや、ちょっとね、ドッキリかと思った。ネタかと思った。うどんくださいって、そんなにざっくりした注文をするやついるんだと思ってた。まあ、ちょっと、そこも喋りたかったんで喋りましたけど、まあ、そっから、えっ、ー、と、マスターのとこに来ましたと。ほんでね、あのー、マスターのところに 行った時の話ってね。多分その徳屋に行った。帰り帰ってきた後とかに、もしくは翌日ぐらいかな。必ず今までしてきたような気がするんですけれども、今回もまあ,あってあのね。今までで多分初めてなことが2つあって、まあ、1つはあの細かい方からいくと、あの女性用の美容院ではわからないですけれども、少なくともいわゆる利用店っていうの理髪店だっけ。では鼻毛を切ったりするんですよ。で、それがね。ついに今までこのなんかこんなちっちゃいさ。 こういうちっちゃい感じのやつこの鼻にチュク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 って切るって感じの鼻毛切りだったんですけどついに機械になりましてなんかねあのー、こう 横になって目閉じてるから、どういう具体的なものは見えなかったんですけど、多分イメージとしてはこの棒の周りになんかカッター的なものがついていて、これがこのお花の、花の中のお花って言いそうだった。花の中のこの皮膚に当たってもそこからは血が出ないみたいな、感じのどういう仕組みかわかんないけどなっていて、みたいなんだよ。なんかね、変な、変な感覚。くすぐったいともちょっと違うけど、いきなりウィンウィンウってきたんでちょっと ちょっっっととびっくりしたっていうところですけどもでもう一つはね、田中さん、今日どうしますか寒くなってきたからって言って、いつもに長くしますかって聞かれたんだけどで、これってもしかすると普通のお店だったら、普通の,その床屋さんとか美容院だったら普通の会話かもしれないんだけど、僕の記憶が正しければ、マスターから、 髪の毛をどうやって切るかって聞かれたの初めてだと思う。こう何十年も通ってるのに。今までは無言で、特にそんなにこう、一切スルーして、まあ、とりあえず、こう、何、あのエプロン的なものつけたりとかして、もういきなり、あの、切り始めるみたいな感じだったんですね。 だから、こちらの要望を聞くっていう段取りは一切なくて、マスターが好きなようにっけるみたいな感じの、今まであれだったんですよ。こっちに選択権がないっていうね、感じだったんだけど、今日初めて聞かれて、まあ、それも、その長さに関してだけだったんで、で、まあ、次、今、11月30日、次行くの多分年明けなんで、もう、なんていうのまた、あの、忙しくできないかもしれないんで、まあ、あの、いつもと同じ短くしていいですって言ったら、まあ、こうなりましたというわけですよ。 ほんで、なんかカレンダー渡すとか言って、なんかね、あの、格言とか書いてあるカレンダーはね、お店で毎年作ってるんですよ。で、これちょっとあの、年末までに減らさないといけないから持ってってとか言って、なんかその、その理屈もよくわかんないけれど、作んなきゃいいかなって思ったんだけど、まあ、いただいて帰ってきましたけれども。ほんで、カレンダーもらってさ、あの、なんていうのかな。まあ、自分的にはもう来ないだろうな、年々来ないだろうなと思ったし、なんかもう、その外も真っ暗でないとか話もしたんで、なんかね、 お店出るときに、良いお年をって言っちゃったんだけど <laughs>、11月だぜみたいな <laughs>。まあ言ってしまいましたよ。多分まあ、あの、だからちょっとさすがにマスターもポ,ポカーンってしてたけども、まあ気持ち的に間違ってはいなかったけれど、さすがに11月は早いか、12月に入ったらね、そういう言葉が増えてくると思いますけれども、まだ、あの、良よいお年をっていうお約束のタイミングではなかったってことかな。フライング気味で言ってしまったってことかな。 まあ、とりあえず切っていただいて、あの、ちょっとさっぱりしましたってことですね。まあマスターも、マスターも言ってましたけど、この辺はね、やっぱね、あの、別にどうでもよくて、長さ的にはどうでもよくて、問題はね、ここなんですよ。なんかやっぱその何、ホルモンが違うのか知らんけど、この横と後ろはね、すげえ伸びるんですよ。だから本当にこの辺の毛をね、この辺につけると、なんかバランス取るていいかなと思ったりしますけどね。まあ、とにかく、あの、この辺が本当に鬱陶しかったんで、短くなってよかったです。そんじゃ、また。